はい、では時間になりましたので始めたいと思います。本日のハシコープスナップショットセッション第2回、はシニアソリューションズエンジニアの冠城孝之が PCI-DSS のトランスフォーメーションシークエットエンジンについてお話しいたします。このセッションは録音されており、まあ、あとと、一両日中にですね、公開される予定になります。公開後は皆さんにリンクをメールでお知らせいたします。で、本日のセッションですが、プレゼンテーションとデモを含めて15分になります。15分というタイムフレームを守るために、最後に質問に答えるお時間がないので、よろしければ Zoom の Q&A タブを使って質問チャットへお書き込みください。私たち、プレゼンテーションしていない人間が回答させていただきます。それでは早速始めます。冠城さん、お願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。本日はご参加いただきましてどうもありがとうございます。ハシコープでソリューションズエンジニアというですね、プリセールスの立場でやっております冠城と申します。本日はどうぞ短い間ですがよろしくお願いいたします。はい、で本日は、ご紹介ありました通り、トランスフォームシークレットエンジンというですね、ボルトの1.4の、エンタープライズ版から、追加された、新しい機能についてご紹介させていただきたいと思います。まず、本題に入る前に、チャレンジということで、どういった背景でですね、このトランスフォームシークレットエンジンが、機能として追加されたかというところを、まずお話しさせていただきたいと思います。で、この機能がですね、取り組んでいる領域としては、外部に保存されたデータの保護というふうに書かれているんですけれども、ボルトというソフトウェアですね、もともとクラウド、AWS だったりとか GCP のキーの管理だったりとか、あとはデータベース、証明書、SSH のパスワードみたいなですね、そういった機密情報のライフサイクル管理をするシークレットツールです。一方で、当然、お客様の環境でですね、ボルトでは管理できなくて、かつ外部のデータストアにですね、保存しなければいけない、機密情報というのがたくさん存在すると思います。例えば、ユーザーの個人情報ですね、ここで書いてある通り、クレジットカード番号だったりとか、マイナンバー、あとはメールアドレス、住所みたいなですね、外部に保存しなければいけない、個人情報がそういったデータに該当するかと思います。で、こういったデータをですね、外部に格納する際に、当然、データストア、は信頼できないというですね、前提に立ってデータを保護する必要が出てきます。そのデータベースに入れておきさえすれば、安心というわけではないということですね。で、そのために暗号化が必要になってきて、平文ではなくて暗号化したデータをしっかりとデータストアに保存しなければいけないというような背景です。で、こういった取り組みを行っていく際に、既存のシステムですね、特に既存のシステムの場合には、いろいろな工夫が必要になっていきます。例えば、暗号化をすることによって、データのタイプだったりとか、データ帳、データのレングスですね、が変更されてしまうような際には、その変更コストが当然かかっていきます。例えば、データベースのスキーマなんかが分かりやすい例じゃないかなと思います。ですので、そういったインパクトをですね、最小限にしたままデータを保護するためには、そのデータのフォーマットとかデータ帳みたいなところを保全したまま暗号化をする必要が出てくるというのが大元の背景です。で、こういった取り組みを行っていく際に、トークナイゼーションというのがですね、従来考えられていた有力なアプローチではないかなと思います。で、ただ、トークナイゼーションを使っていってですね、こういったデータのタイプをですね、データのフォーマットをですね、保全したまま暗号化をしていく際に、いくつかの開発だったりとか運用に関して、オーバーヘッドが生じるというのが一般的な話ではないかなと思います。例えば、トークナイゼーションを実施する際に、識別子としてですね、ランダムにハッシュコードみたいなのをですね、生成していくというところだったりとか、そのハッシュコードを、当然、外部のデータストアに格納して、管理しなければいけないと。そのため、データストアを、そのハッシュコードがですね、保存されるデータストア自体を、厳重に保護する必要も出てきますし、あとは、ストレージの IO の処理だったりとか、またハッシュサーチの処理というのは非常にコンピューター的に重い処理になりますので、そういったパフォーマンスの懸念も生じてくるというのが、トランスフォームシークレットエンジンが取り組む課題です。で、これ、冠城さん、1.4から、
スクリーンのシェアがちょっと止まってるようで、はい、一瞬音が途切れてしまったようです。あ、はい、今変わってらっしゃいますかね。はい、今大丈夫です。あ、はい、失礼しました。はい、でトランスフォームシークレットエンジン、これ 1.4 のエンタープライズ版でご利用いただける機能で、すでにリリースされています。で、まあ、先ほどご紹介したようなですね、課題に対して取り組む、まあ、機能です。で、今のところですね、2つの、エンコーディングのパターンをサポートしておりまして、フォーマットプリザービングエンクリプション、略称 FPE と呼んでいる、暗号化パターンですね。で、こちらは、まあ、外部から入力されたデータをのですね、フォーマットだったりとか、まあ、データ帳を保全したまま暗号化を実現するためのものになっています。イメージとしては、この右側にあるようにですね、例えばアプリケーションに入力されたデータ、まあ、この場合だとソーシャルセキュリティナンバーですけれども、のデータを Vault の API を実行して、暗号化の依頼をすると。そうすると Vault がこの受け取ったデータのですね、フォーマットを保持したまま、まあ、こういったイメージで、暗号化されたデータをアプリケーションに返すと。そのデータをデータストアに保存するとかですね、アプリケーションのデータとして扱うというような形です。これは、NIST によって、承認されています、まあ、非常にこう標準的なアルゴリズムを内部で利用して、暗号化を実現しています。で、もう一つはマスキングですね。これも、まあ、同じように入力されたデータだったりとか、アプリケーションがデータベースから取ってきたデータに対して、Vault にですね、マスキングの依頼をして、まあ、こういったデータの全体だったりとか、一部のデータをマスクして、アプリケーションに返したい。例えば、まあ、ATM の画面だったりとか、WebGUI の、まあ、自分だったりとか、まあ、コールセンターのですね、オペレーターの方が、確認するために、今データをのですね、確認したいけれども、まあ、一部の データの一部は、マスキングして表示させたいというような時にこう使っていただけるようなイメージです。で、こういったあのデータのパターンですね、この例ではソーシャルセキュリティナンバーの例だったんですけれども、まあ、正規表現を使って非常にこう自由に、柔軟にコンフィギュレーションすることができます。なので、まあ、クレジットカード番号だったり、マイナンバーだったりですね、E メールアドレスだったりとか、まあ、そういったフォーマットをすることが可能なデータに関しては、まあ、この FP、マスキングの機能を使ってデータを保護していただけるというようなイメージです。で、今日はあのサンプルのですね、ウェブアプリケーションを、お見せして、この機能のデモをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、デモのこう UI 側の画面だけなんですけれども、実際にはですね、この UI のアプリケーションが API のアプリケーションを実行して、その API のアプリケーションが Vault のですね、API を実行し、暗号化だったりとか複合化を実現しています。でそのデータを、まあ、データベースに、まあ、入れて、取得して複合化をするというようなイメージです。で、このアプリケーションですね、あのシングルページのユーザーインターフェースになっているんですが、まあ、上の部分がユーザー用の、まあ、ユーザー登録フォームですかね、として、まあ、認識していただければ、幸いです。で、また下の部分が、その入力されたデータを、まあ、オペレーターの方とかがですね、まあ、確認するためのユーザーリストとユーザー情報の確認の、まあ、メニューのような、まあ、イメージとして捉えていただければと思います。では早速デモをお見せしたいと思います。で、まあ、この入力フォームに、今、フェイクのですね、私のユーザー情報をこう入れていくと。まあ、クレジットカード番号、E メールアドレス、まあ、あとはパスワードですね。で、トランスフォームのデモをお見せする前に、まあ、トランジットというですね、従来、Vault の OSS で準備していた、用意していた暗号化のエンジンを使ってみたいと思います。で、このトランジットというボタンを叩いていくと API のアプリケーションを返して Vault の API が実行されてサイファーテキストがこのような形で返っています。で、トランジットも非常にこう強力なシークレットエンジンではあるんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、データのですね、フォーマットとかレングスが、まあ、コントロールできないというのが、まあ、一つ、まあ、課題となっていたポイントです。で、一方、ユーザー2という形で、まあ、同じようなデータをですね、入力して次はトランスフォームのシークレットエンジンを使っていただきたいと思います。このシンプルトランスフォームというボタンを押すと、トランスフォームシークレットエンジンが実行されて、暗号化されたデータが返っていきます。はい、このようなイメージですね。で、ここでリストされているデータは、実際には MySQL のデータベースからデータを引っ張ってきて、データがリストされています。で、ご覧になっていただくとわかるように、まあ、クレジットカード番号ですね、の、まあ、値がですね、データのフォーマットとデータ帳、まあ、保全されたまま暗号化されていることがわかると思います。
4つの数字の、数字というかストリングのですね、塊のが4つで、ダッシュが3つです。で、また、メールアドレスに関しては、まあ、一部のですね、アットマーク以降は、ドメイン名はですね、そのまま平文にしたまま、ドメインの前だけですね、アットマークの前だけ、まあ、暗号化しているというような設定にしています。でこういった、まあ、どの部分を暗号化するだったりとか、まあ、どういったあの値を使って暗号化をするというのは、まあ、ボルトのこうコンフィグレーションで設定することができます。でコンフィグレーションの中を見ていきたいと思います。でいろいろなあの設定があるんですけれども、今回はですね、パターンとアルファベットというですね、2つに焦点を絞ってご紹介したいと思います。でパターンがインプットされたですね、入力データに対して、どういったあのフォーマットでボルトが、まあ、動かしますよというような正規表現のパラメーターですね。でこの場合だと、まあ、クレジットカードですね、まあ、特にマスターカードとかビザカードに対応した、まあ、フォーマットを指定しています。でアルファベットというのは、そのボルトが暗号化をする際にですね、まあ、どういったストリングを使って、この入力されたデータを、まあ、暗号化するかというところで、まあ、この例だと数字と大文字のアルファベットということです。でこれはあの数字だけに絞ったりとか、まあ、シンボリックの値を入れたりとか、アルファベットの小文字を入れたりっていうのは、これ自由に設定することができます。ということで、まあ、いくつか他のパターンを見ていきたいと思います。で、ユーザー3ですね、を入れて、で、シンプレストトランスフォームというボタンを押します。で、そうするとですね、見ていただくと分かるように、E メールはまあ同じなんですが、まあ、クレジットカード番号のところが、まあ、数字だけでこう暗号化されていることが分かると思います。この値は、あの一見ちょっと分かりづらいんですけれども、まあ、実際のデータがこちらですね、の平文のデータなんですが、暗号化されたデータが数字だけで暗号化されているというような例ですね。でこういったあの機能を使っていただくと、まあ、データのこうフォーマットとか、データのサイズだけではなくて、データのですね、タイプもこう保全したまま暗号化することができます。で最後、シンボリックな値も追加したパターンですね。がこちらです。でクレジットカード番号が今度はあの数字と、アルファベットに加えて、まあ、こういったですね、ドットとか、まあ、チルダとかですね、シンボリックの番号も、記号も入って暗号化することができます。でただ、あのまあ、ちょっと分かりづらいんですが、フォーマットが4つの文字列と3つのダッシュということで、フォーマット自体は保全されています。であとは、先ほどの例と違って、E メールアドレスのところですね、もうアットマーク以下もすべて置換して、まあ、暗号化していることが、まあ、分かるということで、まあ、ボルトはボルトのですね、トランスフォームシークレットエンジンは、まあ、こういった正規表現とアルファベットのコンフィギュレーションを使って、こう非常に柔軟に、まあ、いろいろなデータタイプに対応することができます。で次に、デコードですね。まあ、先ほどのメニューからデコードのメニューを、ボタンをクリックしていただいて、ボルトを返して、平文に返すというようなパターンです。でこの左側のボタンを押すと、ボルトの API を介して、このデータがレコーディングされます。で、まあ、ご覧になっていただくと分かるように、E メールアドレスはもうすべて、そのまま平文で返しています。で、クレジットカード番号に関しては、まあ、このコンフィグレーションだと、最初の6桁と最後の4桁ということで、だけを、複合化してあげて、他の数値はこうマスキングしてあげるというような表示にしております。まあ、これはあのユーザーの画面だったりとか、コールセンターのオペレーターの方が、まあ、ユーザーをこうバリデーションするために、まあ、最低限必要な値だけは平文化して、残りは機密情報なので、まあ、マスキングするというようなですね、設定を行っています。で、マスキングを使う際も非常に設定は似ています。で、まあ、タイプですね、タイプのところにタイプイコールマスキングというですね、パラメータを入れてあげるだけです。あとパターンに関しては、まあ、先ほどご紹介したように、最初の6桁と最後の4桁を、はそのまま入力されたデータを使って、残りの6桁を、マスキングしているというようなイメージです。で、まあ、この、トランスフォームシークレットエンジンを使っていただくと、まあ従来のですね、トランジットに加えて、このフォーマットを保持したまま暗号化だったりとか、データマスキングを実現することができるというのが非常に新しい機能になっています。最後にあの PCI DSS ということで、まあ、どういったあのメリットがありますかというのをまとめておきました。でまず一つですね、まあ、セキュリティの向上および、まあ審査スコープのを小さくできるということで、まあ、この
シークレットエンジン使っていただくと、機密情報自体をですね、外部のデータストアに保存する必要が、全くなくなりますし、アプリケーション自体も、機密情報のですね、生データを保持する必要がないので、当然セキュリティも安全に保つことができますし、また、そういった、機密情報を持たないということになりますので、審査スコープから除外できるというようなメリットもあります。あとは、先ほどご紹介した通りで、既存システムの影響への極小化ということで、データのフォーマットとかデータ帳を保持されますので、アプリケーションとかですね、データベースの、構成変更が不要になります。あと、ビジネスプロセスへの活用ということで、マスキングのところでお見せしましたけれども、最初と最後の数文字とかをですね、平文のデータで、を一部だけマスキングをして、ユーザーの情報確認みたいなですね、こうビジネスプロセスへ、活用することもできるというのもメリットです。あと、冒頭ご紹介したトークナイゼーションにおけるオーバーヘッドの解消ということで、トランスフォームシークレットエンジンは、ボルトがすべて暗号化キーみたいなところを管理してくれるので、そういったキーだったりとか、ハッシュコードみたいなところをボルトの外部に持たせてですね、それを管理する必要もないですし、ストレージのこう IO みたいなのも、非常に、下げることができます。はい。で、これ、すでにリリースされていて、いろいろなチュートリアル、ゲッティングスタディットのためのチュートリアルだったりとか、ドキュメントもありますし、今日お見せしたコードも GitHub 上に公開しています。あとは、ハンズオンですね、日本語のハンズオンなどもありますので、ぜひご覧いただければと思います。あとは、ぜひ、我々にご連絡くださいというところです。はい、ありがとうございました。鏑木さん、ありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうか。トランスフォームシークレットエンジンについて、もっと知りたいという方はですね、ran.hashicorp.com に詳しく詳細が載っております。また、この本日の、レコーディング、この動画ですけれども、近日中にウェブサイトにアップさせていただきまして、皆さんにメールでもお知らせさせていただければと思います。で、今回、ボルトエンタープライズの製品、機能についてご紹介いたしました。ご不明な点はセールスアンスコハシジャパンアットハシコップドットコムまでお願いいたします。ではですね、こちらでセッションを終了させていただきたいと思います。次回はですね、第3回、ハシコップスナップショットコンサルについてお話しさせていただければと思います。6月2日に開催予定ですので、コンパスまたはハシコップ .com/event/sharp-snapshots まで、ご登録をお願いいたします。では、こちらで終了したいと思います。残り今日の残りの日を皆さん楽しんでください。じゃあさようなら。